はい、どうも。今回はね、また前回、そのすれ違いのやつをやったと思うんだけれども、今回は、こっちの方で、僕が運転してるのを、運転手目線の画像を使いながら、それでどういう形で走ってすれ違ってるのかっていうのを、またその動画の状況を見てもらいながら、どうしてこう撮ったのかっていうのを解説をしていきたいと思います。ちょっとね、目線カメラなので、映像がかなり早く動いて気持ち悪くなるかもしれないので、まあその場合はその動画の再生速度とかを落としてあげてください。ではね、ちょっとね、その動画を一通り見ていただきたいかなと思います。まあ3分ぐらいの動画なんでね。まあこれ目線動画になります。で、今はね、片側1車線あるんだけど、この後ない状態になりますので、道幅としては、まあ、ギリギリすれ違えるので4メーターぐらいかなっていうところですね。まあ、ここから狭くなっていきます。住宅地なのでね、先は全く見えません。まあ、この辺はもうすれ違いはかなり厳しいよね。4メートルあるかなぐらいのね。まあ、こうやって対向車が来るので、まあ、その辺でどうやって走っていくかっていうとこですよね。きちんとやればね、すれ違いは可能です。まあ、お互いにきちんとやればね、すれ違いは可能なんだけどね。はい、というような感じでしたね。まあ、一通り今流れとして見ていただいた通りで、かなり避けたりしてると思うんですけれども、まあ、一個一個ちょっとね、説明をしていきたいと思います。だから見ながら行きたいと思いますね。まあ、ここのところはね、まあ、そのままもう特に問題ないので、まあ、注意をしながら走ってってもらえれば大丈夫ですね。まあ、制限速度30キロというふうに書いてあるので、まあ、大体住宅地は30キロでっていうことですよね。もうここからまずはね、ブラインドカーブになってますよね。だから先を見ながら、まず大事になるのは、
自分の退避場所とかがあるのかどうか、あとはこの左側のところに、この急カーブ、右急カーブですよっていう標識があると。あとはですね、この先、ここのとこだよね。ここのところがガードレールが左側だけ空いてるので、ここのところを自分が使わなきゃいけないんだよね。左側、反対側。まあ対向車がね、来た時に対向車が逃げる余地がここの場所の場合ないんだよね。右カーブ。左側のこっち側の方にあるので、ここを使う。っていうことは来てない時からここを使わなきゃいけないってことなんだよね。この場合は。だからここで、来てないけど、一回左に振って、この枠の中に入る状況にしておいて、こっち側の、右側のスペースをもともと開けてあげると。で、先もずっとこの白とこのね、点々の間、ここのところを左側がぐーっと踏んで、ガードレールに近い状況で、そのまま、こうやって通過をすると。どうしてもこういう形でね、見えない部分っていうのが出てくるので、こういう時には頭を振って、先を見えるようにしてあげるというのは大事。で、この先がね、ちょうど喫茶店があって駐車場があるので、ここの駐車場、ここにね、車が止まってないので、ここのスペースは有効活用すると。こうやって入っていってしまうと。じゃないとちょっとかなり狭いので、だからこのぐらい入っちゃってるんだよね。もう半分ぐらいは入っていってんのかなっていう感じだけど、これで初めて反対車線が開くので、ここの場合はこれぐらい入らないとすれ違えない。道幅からするとかなり狭くなってるので、で、これで車がいなければ、まあ真ん中に戻ると。そうするとここなんかはね、もうすれ違えないよね、ここを見てね。で、どっちが避けれるスペースがあるのかって考えると、こっち側の方が避けれるスペースが広いよね。ここのね、白線から外側があるってことなので。で、こっち側はね、もうこの木があるので、これ以上ちょっと避けれない。で、その先左カーブです。見えない。っていうことなので、なるべく左側に寄った状態で、自分は対向車が来た時にはもう待機すると。いうような選択になると。ここで左側に寄った状態で、常に対向車が来たら。で、こういう場所をね、きちんと把握しながら、前方がね、この場合は見通しが効いてる状態なので、左に寄ってる。だからミラーで見ると、右はかなり空いてるんだけれども、左側の方に、このね、対比上の方に、自分がもう入っておくと。これ、来たら避けるではなくて、最初から避けといて、前方行けて、その先行く場合に真ん中に戻ると。こういう形でね。で、ここで対向車が来ました。じゃあ、この状態の時に自分と相手とどっちがね、すれ違うのか。この場合はガードレールが自分側にあるので、相手側の方が民家があるから、駐車場のこの車庫の出入り口とかね、そういう部分が避ける場所があるということでね、こっち側にコンクリートのね、蓋があって側溝があるので、こっち側は左側はない。これ左側はね、何もないっていうことなので、もう避けれないということだよね。このまま普通に走ってって、自分の避けれる範囲を避けていくと。で、相手側の方がこのような形で、右側に駐車場があるから、右、向こう側の対向車の方が、避けるスペースが広くなるので、すれ違う時には、なるべくこの右側に駐車場があるような位置。この辺りですれ違うような。向こうがね、減速したらそこで行ってあげると。こっちはもう限界まで避けてるので、向こうが広いなって思ったところで避けてもらえれば OK。で、ここを今ね、ちょっと先進んじゃったんだけど、まあ、ここなんかも先が見えない状況だよね。だからこの状況になると、こっち側っていうのはガードレールがあって、もうこれ以上避けれないので、もう左のこの白い線、ここに左のタイヤを沿うようにして通過するというのがもう大前提でね。これで真ん中ら辺に行ってしまったら、もうとてもじゃないけど、その後が大変なことになるので。だからこういう風だよね。だからこの時も左側を沿う。で、ここも広くなってる状況なんだけど、先が見えなくて、ここの先がちょっと狭くなってる。だから、ここで来るんじゃないかな。で、カーボミラーあるけど、まあ、ほぼ見えないよね、こういう状況の場合はね。これ見てたら車はみ出てっちゃったりするので、なので、きちんとこっち側に沿うようにしてあげると。まあ、見えればね、見てもらえれば一番ベストなんだけどね。で、これで、こうやって来るじゃんね。で、この状態で来たら、もうここが一番狭いんだよね、マックスでね。で、ここの方が少し広めなので、もうここでは、もう向こうの車の方が大きい形にはなるので、ここではすれ違えないのは、これ見ると明らかだから、ここはもうここで耐えないとだね、こうやって。ぐっと。だからもうこっちはもう限界まで寄ってる状態。で、まあ向こうの車も白い線を踏むような形で寄ってるんだけど、まあちょっと入ってくる速度は速いのかなって、見通しが悪いのに速いかなっていう感じはしたけれどもね。
で、ここで待っていくと。でも、プリウスは後ろからっていう感じなんで、まあ、こっちが止まってるので、まあ、そのまま入ってくるよね。だけど、やっぱり、この辺とかでも、こっちが車止まってるんだったら、マナーとして、まあ、手を挙げるとかはしてほしいよね。ね。でも、基本的に何もしないで、そのまま通過してっちゃう人が非常に多い。やっぱ、止まって譲ってる側になるので、その辺はやっぱり、相手側にありがとねっていう気持ちは大事なのかなとは思うけれどもね。で、この場合、向こうからトラックが来たんで、ちっちゃいトラックが来たんだけど、こっちもガードレールがあって、ここで避けるにはまだちょっとかなり距離が長くて、相手の動きを見ながら、このガードレールのとこを越えたこっちの民家のあたりっていうのが狙いどころになってくるんだよね、こうやって。ここが広いので。だから最初はここで譲ろうと思ったんだけど、相手方の方がここが広いので、ここで譲るっていう感じで止まったので、なのでこの場合、ここで譲ろうと思ったけど、相手が来ないので先に行くというのを自分の頭の中ですぐ切り替えると。で、その場合は今みたいに、相手方の方が止まってくれてるので、やっぱり感謝の意味で、手は軽く上げてあげればいいかなと思うんだよね。やっぱそれぐらいのことはしていただきたいかなと。相手が止まってくれてるので。で、こうやって通過した後も、待避場があれば、常にすぐに待避場まで入っていってしまうと。ここで。ね、待避場の方にフッと。で、待避場を使っていく。ずーっと。ここで真ん中を走るんじゃなくて、待避場を使う。先が狭くて見えない状況なんでね。で、ここでね、対向車が来たっていう状況だから、今いるスペースのこの広さの部分と、相手の方と見ると、まあ、ここですれ違う方が、やっぱ事故にはならないと。いうことなんで、ここの先端のところまで行って、まあ、ここで待っておくと。相手が軽だろうが何だろうが、やっぱりこういう風にしてあげると。で、ここで出て行って、普通に入っていった方が、まあ、すれ違いは非常に安全だよね。で、ここの状況、ここもね、かなり見にくいので、ここに逃げるとこはあるけど、今、県庁来てないので、ここに逃げると、この民家があって結局出なきゃいけないので、この状況はこの左の白い線に沿っていくと。ここでいたら、ここに逃げると。いうことだよね、こうやって。で、ここまで来たときには、ここでなかなか避けきれないので、相手の車が大きい車だったら、もうここでかなり無理やりブレーキをかけないと、ちょっとすれ違えないかなっていう状況なんで、まあ見たところ、パッと見て大きい車でないっていうことなので、この白い線の外側にちょっとコンクリートの場所があるので、まあここを使う形だよね、こういう感じで。すれ違うと。これは大きい車だと、ちょっと厳しくなったりするので、この場合は手前で止まると。いうことだね。今、すれ違いでこんな感じなんでね、ケイトで。こんな感じのすれ違いなんで、これが大きい車だと、今の場所なんかは結構ギリギリになってしまうと。まあ、この場合も見えなければ、左側に沿いながら走っていくと。で、これで前方から車が来てる状況なんだけど、もうかなり距離があって、ここで待ってるわけにもいかない状況なんで、こっちがガードレールがずっとあるから、もうこれは行くしかないね、ここは。避けるところがないんで。そうすると相手方の方が白線より外側にこの側溝がある分だけ避けれるから、こっちはもう避けれないので、白い線にきちんと寄った状態で行くと。そうすると相手がここまでぐっと寄ってくれるから、これでお互いにきちんと避けると。で、お互いに動いてる場合は、まあ手を挙げなくても大丈夫です。まあお互い様っていうことでね。で、ここで一回真ん中に出て前方が見えるので。で、ここでまたね、カーブで見えないから、ここの待避場、ちょうどここの部分をきちんと把握しておくと。だからいつ来てもいいように。だからここで来ても左側に避けて、ここは右側スペースあるなっていうのもわかる。この先でなった時には左側に行かなきゃいけないので、最初から真ん中を突っ込むのではなくて、最初からもう左側に沿って走ると。こういう形で。だからここでもう左側のところを沿って、シュッと、ここの部分を使ってあげなきゃいけない。こういう感じだよね。だから来てなくてもここを通ると。で、これで来てないな、その先も来てないなって思えば、真ん中に戻ってってあげればいいと。だからいつでも来た時に止まれるっていう位置を自分の中できちんと把握して走る。この場合も先が見えない。この辺は少し見えるんだけど、それでも左側に沿う。で、向こう側の方が広いので、向こう側が避けていくっていう形にはなる。もうこっちはこれ以上避けれないんでね。だから左の白い線。で、ここのとこ少しスペースが空いてくるので、こっちのところもぐっと使っていくと。で、向こうから対向車が来るかどうかっていうのを確認していくと。
で、前方が見えるときには少し真ん中付近まで寄っておいて、で、こうやって安全な状況、前方の視界が開けてる状況で、左側今ね、こういう形になってて、左側寄ると危ないっていう状況なんで、この時はある程度比較的真ん中ら辺を走ってもらって大丈夫。ただこの先がね、今度右カーブになって見えない状況なので、ここで見ると左側にこっち側に逃げるところがあると。だからここでは見えないので、左側にこっち側にクッと。早い段階から寄っていくと。いうことでね、こうやって。で、ここはまあ広くなったんで、このような形ですれ違いやすいと。そうするとまたここでセンターラインがなくなって、また見えないカーブと。そうするとこの左側にね、ここにもね、ゼブラになって対比上みたいな形で用意されてるので、ここに行くような形を取ると。だからこの車なんかかなり速度が速かったんだけど、やっぱり先が見えないのにね、そんなに突っ込んできちゃ危ないよっていうことなんだよね。だからここの白いところ、ここを使って行く。だからここを普通に行くんじゃなくて、一回こっち、外に膨らんでギュッと行くと。こういう形でギュッと白いとこ、ここに入っておけば、こうやってその後から、あ、来たってなっても、自分の車はこうやって左側に行けるので、まあ、比較的すれ違いはしやすいということなんだよね。で、最後のところ。まあ、これなんかも、ここで見えてない状況で、当然ここ抜けてくるでしょう。で、ここで見えてくるんだけど、相手との距離を考えると、この状況だとね、向こうの車の、ここの細い部分の手前の、ここのところが逃げれるんだよね。ここは明らかにね、避けれる状況なんだけど、こっちはもうここまで来ちゃってるから、避けれないんだよね。で、相手はまだその場所まで来てないんだよね。ここなので。その手前のところにいるから、こっちがもう侵入してきてること自体は分かってるはずなんだけど、ここでもまださ、ほら。ここで待てるんだよね。ここでも待てるんだけど、やっぱこうやって突っ込んできてしまう。こっちはもう完全にこの狭い区間に入ってきてるんだけど、ここで待てばいいのに突っ込んできてしまうと。それはちょっと難しいよね、この状況。で、特にこっち側なんか草ぼうぼうでしょう。で、向こう側のが草がないでしょう。なんかこっちなんかもう避けれないし、この草があるから、じゃあ草をガーってやってけっていうのかっていうとさ、草の中にガードレールがあったり、で、違うものがあったりしたら、自分の車が傷つく形になってしまうので、この場合はもうこの草の中に突っ込むことっていうのはほとんどできないんだよね。そうするともうここが限界なので、そうすると一番狭いとこになっちゃうんだよね。こうやってガードレールがあってっていう状況。だってこっち側は避けようがないので、だけどそれでもこうやってやっぱ入ってきてしまう。こういう形で。だからギリギリになってるよね、こうやって。だからなんでここで避けなきゃいけないんだろう。だってこのぐらいの位置までこっちは来てて、こんだけしか来てないんだよ。で、この K はここで待機して待っててくれてるんだけれども、なぜこの少しが待てないのかなっていうとこだよね。こうやって。だからここで待っててくれれば、基本的にこっちは通れるよね。そうするとお互いにすごく、難しいことしなくてもいいわけだよね。ね、この状態で待てるんだけど、なぜそこで突っ込んできてしまうのか。だからそのすれ違いがっていう方は、結局こういう行動を自分で取ってしまってるんだよね。だからいつでもやっぱり自分で待つっていうことをする。自分側に対比上があるのか、避けれる場所があるのかっていうことを、自分で考えていくっていうことが一番大事になってくると。だからそれを考えてないと、やっぱり、何かしらのトラブルにはなりますよと。だから最後のシーンなんかはもう典型的だよね。まあこういう感じになってたんだよね。で、こっち側から来て、向こうから車が、まあ3台来てるような状況だったんだよね。まあこういう感じで。で、こっちはもうすでに狭い区間に入ってきてる状況で、こっち側に退避するところは一個もないわけだよね。もうまっすぐで。ガードレールがあったところから草がボーボーになって、もうこっちはもう全く避けるところがないという状況にもかかわらず、ここに自分がこうやって来て、ここで待ってれば、そのままこうやって行けるのに来てしまうと。で、あそこでこうやってすれ違うような形になるよね。で、あれも結局、こっち側の車が大きい車じゃないから突っ込んできたのかもしれないけれども、これがまたさ、ここまで避けれない方とかだったら、この車の大きさがこの同じでも、すれ違えない可能性って十分あるわけだよね。今のでミラー同士で、多分このぐらい、
10センチ開くか開かないかぐらいしか開いてないので、すれ違いでね。ということは、そこまで避けてなかったら当然当たっちゃうっていう状況なんだよね。であれば、なんでここで待てないのかなっていう。きちんと退避するとこで、きちんと待つような形を取ってくれれば、基本的には全然すれ違いっていうのは怖くなくて、相手方もきちんと考えておけば、お互いに考えてれば、すれ違いっていうのは非常にできるんだけど、やっぱ狭いとこすごくスピード速い人、来ないだろうみたいな感じの人もすごく多いし、なんかこう、だからこうカーブをしてる状況。カーブをしてる状況で、まあこういうふうな感じになったときに、自分がこっちから走ってきたら、ここの部分が広いんだよね。っていう場所を確認してあげるわけだよね。だから自分側の方にここが広いスペースがあるなって言ったら、こうやって走ってきて、真ん中近くを走ってきてても、この時点で、先が見えないから、じゃあここで左側の方にスッとこうやって寄っといて、まずはここの方にスッとこうやって入ってくるような形。で、こうやって走っていきながら、前方の先が見えてきたところで大丈夫なら中にグッと入っていく。で、ここでスッと入った時に、相手がこうやって来た状況であれば、この左側に沿ってこうやってグッと回っていって、すれ違うというような形を取ってあげなきゃいけないと。だからそこを自分の中でやっぱり考えるっていうのはすごく大事で、自分側の方に、要するに、退避場があるかどうかがすごく大事なんだよね、こうやって。こっち側に退避場があれば、ここに自分が避けるっていう形になるので、相手がこうやってくると。だから、ここの退避場に関対して、自分がこういう形で早く来てれば、基本的にはここで止まる。ここは行っちゃったら、こんな狭いところで、なんでここに、何のためにあるのっていう形になっちゃうでしょ。で、例えばこれで、自分の方がここに早く接近してしまうんだけど、このまま走ってったら、ここになってしまう場合もあるよね。自分の方がもうさ、ここまで来てて、相手はまだ来てないような状況。で、こうやって来てたら、このまま行ったらすれ違いは、ここになっちゃうなっていう状況になった時は、減速をかけておいて、ここら辺のところぐらいにいてあげれば。止まれるなら止まってもいいし、止まるぐらいの徐行ぐらいまでに落としていけば、ここから来た相手がこっち側にこうやって行って、で、ここからすれ違うと。だから自分の方が速くても退避する場所はここのとこが一番広いので、ここから来ててもここで減速して速度ぐーっと落として、なるべくここですれ違うような形にしてあげて、相手がこうやって行ったところでスッと行くと。だから自分が早く進入するんであれば、なるべくここで。で、相手側が進入、自分がこっち側に退避場がある立場であれば、こっち側に入っといて、自分が出ていけるぐらいの位置なんだけど、それでもここでやっぱり控えて、相手を生かしてから行くと。で、1台を行かせると、後ろもそのまま来るので、この場合は1台だけだぞとかじゃなくて、もうこの場合はもうずっと待っとくと。基本的にもうこういうか、どっかでまたすれ違わなきゃいけないね、どっちにしてもね。で、こうやって行って待ってるときに、例えばこの先とかに、こうやって退避場があったりすると、こうやって行った後に、この車は何台も譲ってくれてるので、申し訳ないから、私はここで避けてるんで、来てねっていう状況にもなるので、その場合止まってる状況が分かるし、分かりやすくする方はパッシングする方とかもいるので、その場合は自分がこうやって前に出てって、ありがとねっていう形で行って、相手がこうやっていくと。だからみんなどんどん来るっていうのもあるけど、こうやって。もうその場合はもうしょうがないよね。お前らどんだけ突っ込んでくんねみたいな感じに思うと思うけど、まあそれはしょうがないよね。で、誰かしらがこうやって寄って避けてくれれば、この辺が、こうやって行っちゃった後に出てって、ここでありがとねって言ってシュッと行くというような形になってくると。だからその狭いところを走る時っていうのは、自分側が逃げれるのか逃げれないのか、相手側に逃げれるところがあるのかどうか、カーブのところではどうなのかっていうところを考えて、今来てないから普通に走るではなくて、来た時にどうするか、来た時に困らないような走り方をしないと、結果的にはかなり苦労してしまう。で、そこで自分がじゃあ動かないで止まってて、相手側にその避けてもらって、相手側が壁にぶつけちゃったとかさ、なっちゃったとしても、結局自分に責任がない形にはなるけど、
やっぱそこにはやっぱそのね、避けてない側の責任っていうものも、やっぱ責任を感じてもらわなきゃいけないかなとは思うんだよね。だからすれ違いっていうのは、まあお互いにきちんとそのマナーを守って走るのがすごく大事なんだけど、なかなか最近は少ないかなと思うんで、ちょっとその辺はすごい残念に思いますね。で、今のね、すれ違いのやつを最後にもう一回ちょっと見ていただきます。今のね、説明をちょっとね、思い出しながらイメージしてあげてください。まあ今の状況はね、広い状況なんで問題がないんですが、まあ、この後ね、狭くなってくるのが見えてるので、それを見ていく。まずはここは見えない。左いっぱいまでまずはいると。ね、左の白い線を通りながら。で、ここが対比できるので、一回左に頭振って、この先も駐車場が空いてるので、こっち側も使いながら安全確認をした上で真ん中に入ると。で、ここではもうね、限界になっちゃうんだよね、避けるのは。で、この場合も左側の方のスペースを使って前方確認をしていくと。で、ここで来たけど、こっちはガードレールに追われてるので、寄れる範囲を追って広めのところを考えながらすれ違う。相手が減速してるので、そこですれ違うようにしてあげる。で、見えないので、なるべく左側。だから、ここのところももっと本当はもう少し慎重に来てほしいかなと。もうここなんか絶対すれ違えないんでね。だから、どっちか下がらなきゃいけないか、ぶつかるかみたいな話になると。だ常に自分の左側がどういうスペースがあるか。だから向こうのトラックがいるから、ここで避けようと思ったら向こうが避けてくれたので、ここで。で、相手がここに止まってるのも、ここが広いからここで止まってるってことなんだよね。だから自分は避けれないけど、ここですれ違う分には左側スペースがあるから避けれるよねってことで、ここで待ってる。自分が避けれなくても反対側が空いてれば、ここで止まってあげれば一番ベストと。そうするとこうやってね、スムーズにすれ違えると。で、こうやってこっちを使いながら走ってって、向こうが来た時には距離があってもここで控える。で、相手が来るのを待っていくと。まあ、こういう時はやっぱ手を挙げてほしいよね。マナーとしてね。で、左側のね、対比スペースを考えながら、あとはこの先を見て、来た時に、まあ、左にずっと沿うと。で、この先もそうだよね。で、対向車が来てるかどうかっていうのを見ながら様子を見ていくと。距離を見て。この場合はもう行くしかないので、行きながらどこが広いスペースあるか。相手の動きを見て、相手がここでって言って避けてるので、ここですれ違うと。で、いなかったらこうやって真ん中スペースに来る。で、その先見えない。で、左側に空いてるところがあると。対比できると。ここのところで左側の方に大きく回って、来てなくてもこうやって入っていっちゃう。で、来てなければ真ん中にスッと戻ればいいと。で、左ずっとガードレールがあるので、こっちは避けるスペースがないので、相手とのすれ違いの時には、まあ、相手に避けてもらうしかないと。なるべく左側、左側。左側、左側。先が見えなければ左側、左側。常に住宅から出てくる車とか人には注意をしながら左側、左側。で、前が見えてたらある程度真ん中付近でも大丈夫。ここら辺だは大丈夫。で、先がカーブなので、この時はここから左に寄って。で、センターラインが出てきたので、ここは普通にセンターラインに沿っていくと。で、次のところまたカーブでセンターラインがないので、左に。ならこうやってね、速い速度の車もいるので、まあそういうのもイメージしとくと。で、ここ左側にもともといれば、こういう車にも当たらずに、まあすれ違えると。まあこのぐらい広いと結構速いスピードの車が多いので、ね。で、最後のところが、まあこういう状況だよね。だからここの状況でぐーっと行って、ここで車来てるけど、もうこっちはここで進入してきてるのに、まあやっぱここに突っ込んできてしまう。まあこれはやっぱ相当大変になっちゃうよね。こういう形で。なので、やっぱりこれは手前で、ここで、この K とかがいるように待つべきということになってくると。いうことだよね。だから、後ろの K とかっていうのは、前がああいう状況になってるの見えてるから、あそこで待ってると。まあ、当たり前のことではあるんだけどね。だから、まあ、先頭があそこで本当は止まらなきゃいけないかなとは思うけどね、状況としてね。僕は逆の立場だったら、もうあそこで止まる。だって、こっち側からも見えてる状況なんで、向こう側からも見えてるからね、はっきり言うと。だからそれで自分の左側が広い。で、その先行っちゃうと狭いっていうのも、重々承知の上で、そのまま考えないで入ってきてしまうので、だからやっぱそういうふうな形だと、やっぱぶつかっちゃいますよっていうことだけね、皆さんも覚えておいてもらうといいかなと。その考えながら走って、まあそういうのがね、取り越し苦労になることの方が多いけれども、でもそれは、あ、事故にならなくてよかったなっていうふうに考えるのが、やっぱ車の運転としては大事なので、まあそういうふうなね、狭いとこ走るっていうことがあったら、やっぱ考えて走ってもらえればいいと思います。